皆さんこんばんは。大阪大学クリエイティブユニットの伊藤と言います。今日お話しするトークの内容はユニバーシティアイデンティティ、あんまり聞き慣れない言葉だとは思うんですけども、ユニバーシティとアイデンティティの融合した言葉について、反対はどう考えているのかっていうのを、僕喋るんですけども、サロンですので、後で皆さんで一緒にトークしながらですね、ちょっと考えていきたいと思います。で、簡単に最初説明があったんですけども、僕がいるのはクリエイティブユニットっていう部署なんですね。クリエイティブユニットってどういうところか、図で言うとこんな感じですね。大阪大学の、全組織、僕は、本部事務機構いますけども、本部から皆さん、一般の人の皆さんに出ていくものは、うちを通って出ていくような部署なんです。だから基本的に皆さんが目に触れるものっていうのは、一部ですね、一部は部局が作っているものについては面倒見切れてないんですけども、本部が作っているものに関しては、クリエイティブユニットの手を通って、目を通って出ていくようになっています。で、具体的にどういう人がいるのかということなんですけども、実は僕はディレクションやってますけども、僕の下には、ウェブのデザイナーさんで、グラフィックのデザイナーさんで、映像のディレクターさんで、英語翻訳ができる英語エディターがいるんですね。で、これぐらいの人たちが、部署でクリエイティブユニットを作って、日々、デザインとかですね、翻訳とかで、ウェブの見せ方を考えるみたいなことをやっています。で、外に出ていくっていうことで、僕らの横の席にはですね、大阪大学の本部広報の人たちが同じ部屋にいてですね、日々やり取りしている。本当はここにですね、そのクリエイティブユニットと広報の部屋をですね、ちょっと写真でお見せしたかったんですけども、あんまりクリエイティブじゃないんですね。ちょっとジムジムしてるというか、本部の4階にある部屋で、ジムなのでちょっとお見せできないということで、こういうふうな感じです。で、日々こういう、ところで、デザインとかですね、ブランディングなんかをやってるということです。じゃあまずはですね、トークを始める。あなたの、皆さんの中の大阪大学のイメージって何ですかってぜひ聞いてみたい。硬い、地味、面白みに欠ける、3番手、暗い、シンボルがない、男子が多い、存在が薄い、田舎。どうですか、こんなイメージないですか。これはですね、僕らが、Twitter とかですね、ブログとかですね、いろんな媒体を見て、ネガティブなキーワードとして、皆さんじゃないと思いますけども、一般の人でもないから、学生さんがよくつぶやく単語ですね、キーワードっていうのは挙げている。僕らこれをどうにかしたい。じゃあ一般の人、ちらほらと一般の方も来られているんですけども、一般の人が大阪大学をどう思っているのか、これはブランディング調査っていう調査で調べました。これ一般の人が大阪大学に対して思うイメージを、僕情報の人間ですから、携帯素解析してキーワードを数えて、で、こういうふうな、タグクラウドにまとめたものですね。これ一般の人が思う大阪大学のポジティブなイメージなんです。どうですか、大体上がってるんじゃないですかね。例えば信頼できる大学だとか、進学させたいとかですね、いい人材を輩出している、就職がいいとかですね、レベルは安いじゃないですか。レベルは高い。医学部のステータスがあるとかですね。いろいろありますね。伝統だとか帝国。ちっちゃく遊ぶとかね。一方、これ、ネガティブなイメージだとどうなるか。どんなのが来るかと思いますか。意外に少ない。第1位、京大。絶対見るのは京大なんです。これは本当にそうで、25%の人が京大に負けているって言ってるんですね。で、一方で、キャンパス。これはキャンパスが田舎にある、遠い、市内にないっていう不利がある。で、よく分かってるんですね、一般の人も。よく見るところは、ノーベル賞とかね、ノーベル賞受賞してないとか。で、面白みに欠けるとかですね。貢献っていうのは社会貢献が少ない。これはですね、これちょっとね、言い訳させてほしいんですけど、これ実は京大が一番でかいなんですね。これちょうど山中先生がノーベル賞を受賞した直後に取られたアンケートですね。非常にバイアスがかかっていると僕は思いたいんですけど、でもやっぱり京大に負けてると、やっぱ京大が出る。じゃあもう一つ次の質問です。皆さん、反対好きですか。反対好きな人拍手を。反対好きじゃないっていう人拍手。どちらでもないというから拍手。
ウェブアプリを作っておいたんですね。まあ、一応嬉し泣きですね。皆さん、犯罪が好きっていう人が多かったんで嬉し泣きなんですけども、まあ、僕らの仕事っていうのはその嬉し泣きできるような人をいっぱい、作ることっていうのが僕らの仕事になります。そこで、まあ、この話ですね、UI っていう話になるんですけども、実は僕は情報科学研究科の人間で、メインの、研究点はユーザーインターフェース、なんですね。本当はユーザーインターフェースの話も1時間ぐらいしたい方なんですけども、まあ、人とコンピューターをつなぐものをどう作るかっていう研究をしています。まあ、ユーザビリティとか、そういう研究をしているんですね。でも今日はこの話ではなくて、こっちですね、ユニバーシティアイデンティティのお話をします。じゃあ、ユニバーシティアイデンティティって何なんですか？で、これ一般的な言葉じゃないんです。一般的には、まあ、UI じゃなくて CI と呼ばれる単語の方が一般的なんですね。これはコーポレートアイデンティティって言われます。企業の、言葉なんですね。で、まあ、企業の場合はこの大学っていうのを企業に置き換えてるそのままなんですけども、まあ、ユニバーシティアイデンティティっていうのはですね、大学の理念とか独自性、文化のイメージが、まあ、ユニバーシティアイデンティティなんですけども、そのイメージを分かりやすいメッセージで社会に発信し、大学の存在価値を高めるという戦略のことをユニバーシティアイデンティティというわけです。で、そのためにはどうするか。まず、理念の統一、マインドアイデンティティ、理念の統一が必要でしょうと。それは構成員みんなで持つんですね。で、まず、行動の次に統一をする必要があるでしょう。で、最後に見た目を含めた、まあ、さまざまな見た目の統一、視覚的な統一をする必要があるでしょうというのがユニバーシティアイデンティティの構成要素になっている。じゃあその一番最たる、まあ、見た目の統一でいるこれですね、正しい大阪大学のロゴマークって皆さんご存知ですか？大阪大学のロゴマーク、まあ、ロゴですね、ロゴっていうのは大阪大学の理念を表したものなんですね。その正しいロゴマーク、はい、どれも分かりますか？一個これ論外なのもありますけども、これ何が分かります？これね、東京でやると受けるんですよね。これ東京都のマークなんですね。だから東京都の清掃車にはこれついてるんですよ。だから結構犯罪の方が東京行くとちょっとびっくりして、あ、犯罪マークついてるとかって言ってくれる。これ東京なんですね。これ結構論外なんですけど、これはですね、年に1回ぐらい広報の方にクレームが来るんですね。梅田で犯罪のロゴをパクってる眼科がいます。これ眼科さんのマークなんですね。どうも眼科のお医者さんが犯罪卒でこう使ってるんじゃないかな。まあこの2つは論外としてどうですか？正解、全部間違ってます。そういう引っ掛けなんですね。で、正解はこれです。何が違うか分かりますか？まあ、ここでこういうのが正しいロゴの見た目ここ、くっついてるかですね。まあ、一番大きいのはここくっついてるかどうかですね。で、まあ、この実は、胃腸マークっていうのは深円ですね、円で作られているので、まあ、ここがやや下がってですね、ここがちゃんと円になっている。で、まあ、円なのでここが若干水平になっている。で、これは某、工学部じゃないか、某学部の、封筒で使われたローマークですが、まあまあ、もちろんもうここ開いてるんです、全然違う。で、これは、去年の、某学部の、学部案内で使われてたんですけど、まだ競技、まだ開いたりとか、深円じゃないんですね。それを踏まえて、これを見ると、どうですか？まあ、皆さん結構これで学習されてましたけど、全然違うんですね。さあ、次の問題いきましょう。こういうのを理事をしたろう。はい、その理念。理念正確に知ってる人います？なんでこんなマーク、なんでこのマークなのかって知ってる方おられますか？これなんか難しいですよね。はい、これが正解ですね。60年の伝統を持つ胃腸をモチーフに、3つの円弧による造形の中に大阪の王を忍ばせ、歴史ある大学としての知性と拡張を失うことなく大学、学生、市民へと連なる親近感を表現したという理念で作られた。すなわち地域に生き世界に伸びるという大阪の理念、モットーを体現したのが大阪大学のマークなんですね。わかりますか？さあ、まあ、ここまでがそのユニバーシティアイデンティティっていう、そのまあ、ビジュアルアイデンティティというのがいかに大事かという話です。で、まあ、ついでにですけども、これ誰がいつ作ったかってご存知な人、まあ、それは知ってるでしょう。今日来られてるまで誰がいつ作ったか知らない？今で犯罪マークってこんずっとあると思ってた。これはですね、正解はこの方なんですね。田中一光さん、これ非常に有名なデザイナーさんです。もう亡くなってます。で、何やった人か、これ知ってるでしょ皆さん。
無印良品のデザインをされた。ロフトを知ってるでしょ。ロフトをデザインされた方なんですね。さらに、まあ、これちょっと知ってる人はもう再現少ないと思いますけども、筑波万博のロゴマークを作られた方、ロゴを作られた方がこの田中一光さんなんです。その田中一光さん、非常に有名な方が作ったのがハンダイマークだということを踏まえてですね、もう一回見ていただくと、ちょっとかっこよく見えてこないですか。これよくね、バランスがきちっと取られてよくできたマークなんですね、本当は。ただ、若干ですね、下が細いんで、デザイン的に見るとこうバランスが悪かったりするのを、本当はですね、こういうロゴテキスト、ロゴタイプというテキストをつけることで、こう安定化させたっていうのが、まあ、クリエイティブニットの一つの仕事でもあります。よろしいですか。だいぶ、なんか、いい感じですか。もう一つ、クリエイティブニットで、ユニバーサルアイデンティティということで、いろいろ最近やってる、飛翔というマークがあります。飛翔というマーク知ってますかね。これ見たことありますか。これ最近いろんなところで使うようにしています。わかりますかね。これはですね、ちょうど、2011年の大阪大学80周年だったんですね。で、80周年の時のテーマが原点未来へというテーマだったんですけども、その未来へっていう部分を、まあ、今後大阪大学が未来を志向してやる、まあ、いろいろやっていくんだよっていうことで、鳥というのをモチーフとして作った。で、それを今いろんなところで使っていて、例えばこれ大阪大学の総長が、この総長の平野俊雄ですね、平野俊雄先生が、22世紀に輝くという、キャッチコピーを使って、大阪大学が今後どうあるべきかということをいろいろやる中で、こういうところにモチーフとして使われているものが飛翔というマークです。ということで、まあ、ユニバーシティアイデンティティっていうのは大阪大学、まあ、ユニバーシティが理念とかですね、まあ、こういう考え方とか行動っていうのを示して、それをロゴ化して、ロゴとかマーク化して皆さんに見せるものであって、まあ、ある意味こう一方通行なんですね。だから皆さん大阪大学 のマークの意味を知らなかったっていうのはやっぱちょっと残念なところはあるんですけども、一方通行のものなんです。で、もっと大事なのは僕らが今進めているのはこのブランディングということです。ユニバーシティアイデンティティのさらに一歩先にあるのがブランディングというのがあります。これ何が違うか、これ矢印がちょっとこう増えてるんですね。双方向なんです。だから皆さんが大阪大学をどう思って、それに合わせて大阪大学皆さん何を提供できるかということを考えるというのが最近のクリエイティブユニットのミッションになっています。じゃあブランディングですね。まあ、ブランディングって、まあ、よく聞く言葉だと思うんですけども、何なのかということですけども、これはコミュニケーションを通じて好きになってもらうことです。まあ、最近セルフブランディングという言葉流行ってるんですけども、あれは面接ですね、就職の面接とか就職活動で面接を通じて試験官、面接官に好きになってもらうことがセルフブランディングですね。あれで、まあ、そのコミュニケーション、なんで好きになってもらうのが大事なのか、簡単な話です。皆さんよくわかる、好きな人の言うことによく耳を傾けるじゃないですか。好きな人は実際によく見えるじゃないですか。好きな人のそばに行きたがるでしょう。好きな人に相談したいと思いませんか。好きな人に話しかけられたい。好きな人のことをよく思い浮かべる。好きな人のことを忘れにくい。まさにこうすることでユニバーシティアイデンティティの確立が容易になるんです。だからブランディングをすることで皆さんに大阪大学をもっともっと好きになってもらいたいというのがクリエイティブユニットの仕事なんですね。じゃあどうやって好きになってもらう。で、まあ、僕ら大学のことは、まあ、ある程度知ってるんですけども、その大学を知ってですね、面白がるっていうのが大事だと僕は思ってる。で、大学っていうのを、まあ、知って、それを使って料理をして面白がるということですね。じゃあ大阪大学はどんな大学なのか皆さんよく知ってるかと思います。まず僕らが使う、まあ、キーワードですね。歴史がある。大阪大学は歴史がありますよ。これ一つ。研究がすごいですよね。大阪大学って言われたら、まあ、ロボットとか免疫とか、大阪大学って言われたら上がるキーワードも多い。教育にも力を入れてるですね。例えば基礎セミナーって、まあ、皆さん普通に受けてると思うんですけども、基礎セミナーは他の大学にない非常に大きな特徴がある。例えば授業だったりします。有数な卒業生を輩出しています。例えば今のマイクロソフトの社長のヒューリスさんは大阪大学の卒業生ですよね。まあ、卒業生でも非常に多彩に活躍されている方がある。サントリーの佐治慶三さんとか、ソニーの稲森さんとか卒業生が非常に優秀である。で、一番大事なこと、絶対忘れたらいけないのがこれなんです。大阪にある。これは東大にも京大にも他の大学には絶対忘れできない特徴なんです。で、こういうもの、大学をこう、大学をこういうふうに知ってですね、それを面白がって使うのがブランディングですと。で、ブランディングするときに一番大事なのはここなんですね。これ。
相手誰ですかっていうことを考えられたんです。で、大阪大学、まあ一般的に大学が持つ相手っていうのはこんだけなんです。俗に言われるプレインターナル、まあ、僕らこれこの考え方で進めてますけども、プレインターナルとインターナルとエクスターナルって大きく分かれる。その中にソサイティ、学生コミュニティっていうのがいます。で、プレインターナルっていうのは大学に入る前の人で、例えば、まあ、学生さんとか受験生、まあ、高校生、中学生ですね。インターナルだと皆さんみたいな在校生、エクスターナルだと卒業生で、まあ、黄色と青で分けてますけども、黄色がまあ大きく分けて外側の人、青が内側の人ということで、この人たちに合うよ、この人が誰にまず見せたいかを考えて、その人たちに合うようなものを作っている。じゃあ具体的にどんなものを作っているかということで一つお見せしますけども、今回今年、高校生向け、高校生のオープンキャンパス向けに作った、大阪大学のプロフィールがあります。で、僕は今さっき4つ開示されましたよね、歴史教育研究、卒業生、まあ、学生ですね、卒業生、大阪にあるということを全て盛り込んだビデオですね。ちょっと見てみます。どこに何が入っているか考えながら、小畑公安が設立した適実を原点とし、そしてまあ海徳堂の精神も引き継いでいるという。自分の興味を追求できる、で新たな知識がどんどん生まれる、それにむしろ自分の新たな知識を生み出していくっていう。高い意識を持った人々を感化させられるというふうに人間にならないといけないな。自らが求め、自らの血を無限に開拓できる。世界一のことをできる、で自分にしかできないことをできる、表現できる場があるんじゃないかなと。トニアの花の学生さんの未来は楽しみだと思っています。全部入ってたでしょ、キーワード、歴史、研究、教育で学生ですね、学生が入ってて、最後、総長が学生さんの未来楽しいっていう、未来で締めくくってるっていうですね。で、大阪は一番最初にいろいろ押されましたけど、で、神田キャンパスが遠いとか言われるのをこう払拭させるために、モノレールでこう飛行機があってアクセスがいいとかですね、万博があって緑が多いよみたいなのをうまいこと出してるんですね。まあ、そういうのが、ブランディングでやってるわけですね。で、学生さん向けにはこんなことがあります。これ見たことある人多いと思いますけども、まあ、こういうのも部署からですね、未来戦略の方からですね、依頼を受け作ったんですね。半大で未来教育やりますと、学生さんにピークなんかポスター作ってくれっていうことで、まあ、4枚すずりのポスターっぽいものをしますと。で、まあ、こういうキャッチコピーでだんだんこうふざけてるんですね。一番最初は過去と未来をつなげるためにかっこいいんですけども、だんだんこうちょっと、なんかこう、まあ、ちょっとパズドラ的なものになったりしてるわけですね。で、まあ、これはまあ、いろいろ反響があるんですね。まあ、キャッチコピーとか作るときは、まあ、50対50で賛成反対できるようにしなさい。一番よくないのは無関心。最初に聞きましたけど、大阪大学好きですかに対して、好きの反対は嫌いじゃなくてですね、好きの反対は無関心なんです。だから好きの反対で嫌いな人をパチパチ言ってたら問題なんですけど、どちらでもないっていうのが一番困るんです。何人かおられましたけど困る。
まあ、そういうポスターですね。でこれは、まあ学生向けで作ったりしています。で他にも、最近はこんなのも作りました。これは、大阪大学の職員採用サイトなんですね。で、まあ、濃い半大ということで、まあ、濃いもですね、大阪らしくですね、半大は濃い、あの濃ゆいですね、あのデンスのです、ね、濃いともですね、半大濃いかもですね、と半大濃いラグの方のもう3つにかけてですね、まあ、半大に来たらどんなことが起こりますよっていう、職員採用サイトを作ったんですね。それまではもうすごいジムジムしたサイトだったんです。もう何なんだろう、このテーブル要素で作られてて、何だ何時ありますみたいなのをこれに変えたんですね。そうすると一気にこれ、あの大滝先生がリツイートして、まあ、ツイートしていただいたのもあってですね、一気にこうバズりまして、東大対阪大みたいな戦いになったんですね。ちなみに東大、阪大。どうですかね、これ学風じゃないのとか言われたんですけど、もう一つ忘れたらならないのがツールとしてこれ、こいつですね。彼はミーティングに参加してますけども、まあ、なんとか阪大のキャラクターとして、これは、まあ、あの一般の方だけではなくて、高校生の方にも、好きになってもらいたいとかですね、あとこれですね、最近やってるのはツイッターですね。阪大のツイッターをフォローされてる方ってどれくらいおられます？拍手で。もしもしですか、ぜひフォローしてください。あのニュースばっかりつぶやくと思うでしょう。たまに面白いこと言います。何ヶ月かに1回います。今年、一番ヒットしたのはですね、6月か7月ぐらいに豊中キャンパスが一番気温が、全国で一番気温が高かったんですよ。39度ぐらいの時に、今日本で一番暑い大学、大阪大学。熱中症にご注意くださいってつぶやいたんですよ。たまに面白いことします。ぜひフォローしてください。で、忘れたらならないのはこれですね。まだ公開は実はしてないんですけども、もう Facebook のページっていうのは作ってる。で、これは、あのどん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 好きになってもらうためには方策の一つとして絶対発信はならない。で、これは YouTube のオフィシャルアカウントですね。ぜひいろんな、こんなのもなんか阪大らしくないイメージだと思うんですけど、やっぱここにも鳥を使ってですね、未来を志向する阪大をイメージしていると。で、あとでお話ありますけども、オーパスというものを使って皆さんに、UI というかですね、あの大阪大学がどう考えてどう進んでいるかということをお伝えしようとしているものがあります。で僕ら今何を考えているかということなんですけども、全然時間がなくて、もっともっと話をしたいことあるんですけども、今、総長が110、100構想っていうのをどんどん進めています。今、110、100構想って多分初めて聞いたと思います。僕も初めて言いました。これ、今日のために作った構想の名前です。何かっていうと、100周年に世界トップ10を目指す、そして未来基金100億円集めますよっていう構想なんですね。それをじゃあ皆さんにどうやってお伝えすればいいのか、こんなものをはっきり言って総長が言ってるだけじゃないのかっていうのをどうにかして伝えてですね、皆さんがユニバーシティアイデンティティとして110、100構想を理解して、その行動のアイデンティティとして確立して進んでいければいいと思います。で、キーワードをぜひ考えていただきたいのは、大学を知り、僕ら面白がってるんですけども、面白がっていただきたい。で、大学って結構、僕この職業だと思ったんですけど、結構簡単に動かせるような気がするんですよ。なので、まあ、今日僕らとあのお知り合いになれたと思うので、ぜひなんかいろいろ言ってもらって、面白がっていただきたいなと思います。ということで、まず僕のトークはこんなもので終わらせていただきます。ありがとうございます。